おはようございます。10月18日第116回の、ココナカワイの金魚ラジオですね。昨日は、研究会勉強会にね、の設営準備ということで茨城県の方に行って、インスタとかにツイッターに上げてるんですけどね、まあ、がっつり用意をしてきてというか、まあ、ほとんど用意をしていただいてしまって、僕たちそこまでねやることがなく、ある程度進んでしまったんで本当にありがたい限りです。皆さん協力していただいて本当ありがとうございます。で、インスタの方にもね、協賛の方々、ガポスさん、アクアニマルジャパンさん、リトスイさん、あとは佐々木さん、土浦さんで、まあ、ポコナクラブはね、まあ、僕がいる会社なんで、あとりょうさんっていう感じでね、抜けてたらごめんなさい。とりあえずそんな感じで協賛の方もね、メーカーさん、問屋さん、ね、ショップさん、また個人の方というか、でね、いろんな方からもらってて、多分まあ1回目なんでね、まあ、記念な会ということで、まあ、来ていただいた方っていうのはかなりね、得して帰れるんじゃないかなっていうぐらいの、すごい景品もいっぱい届いてる感じなんで、まあ、間違いなくすごい会になるなっていうところで、本当はトレスさんとかね、りょうさんと3人で話しててみんな興奮してたぐらいの感じだったんですけど、本当すごい回になりそうです。で、今ねこの映ってる魚なんですけど、何度か紹介している豊悦さんの茶色いやつ、黒っぽい茶色っぽいやつのあれのね、黒が強いやつっていうことで昨日ちょっと譲っていただきました。豊悦さんありがとうございます。でこいつはちょっとなんか鱗が乱れてるみたいなんでね、あ、そうですね、ちょっと乱れ鱗になってるんで、これがまあだいぶ前にもらった乱れ鱗のやつと、ね、かけて何かそういう因子がねしっかりあって遺伝するのかどうかっていうのも証明になるのかなっていうことで、まあオスメスになってくれるとね、それをかけて子供を取ると鱗が乱れた魚がどれぐらい出るかっていう検証ができると思うんですけど、すごい黒さですよね。まあ、茶色っぽい感じの色がちょっとうっすら見えるんですけど、まあ黒いですよね。ちょっと水が汚くて申し訳ないんですけどっていう魚なんでね、これ楽しみですよね、どうなるのか大きくなった時に。なんで茶色いのがねおすすめだった理由っていうのは、こういう魚のね血統ってことです。これまたすごい魚ですね。目が暗くてよく見えないぐらいで、鱗が乱れてるのはここですね。凄まじく乱れてるわけじゃないですけど、ここの部分だけね鱗の入り方が違うんで、前もらった乱れ鱗とちょっと似てる感じの、ちょっとそれのね鱗の乱れが少ないバージョンって感じですね。こういう金魚なんでね、なんでおすすめしたかっていうのが多分分かっていただけたかと思うんですけど、本当純粋にね普通輪の金魚で真っ黒の魚っていうのを作ることができるのかもしれないんじゃないかと思うぐらいの黒さですね。っていうこういうのがね、しかもサイズもでかいですよね。体高もあるし背びれも張っててかっこいいですね。なんでこの系統のそういう感じの魚っていうのは、今多分出回ってる黒茶金系、茶金とか茶色系のやつのみになってしまうと思うんで、まあ残ってる魚少ないんで、もしね気になる方いたら、前のね僕の投稿見たりしてね、どこにいたかなって、ね、探してもらってもいいのかなと思います。もうおそらくほんと数件にちょろっとしかいないと思います。いやーすごいのを隠し持ってますよね。これは水槽で飼ったら面白いですよね。で結構これで多分昨日の夜白っぽいところに置いといたんでね、それでこの色が残ってる感じなんで、黒いところで買ったら多分4面ブラックとかで買ったら本当真っ黒になっちゃうんじゃないですかね。全く見えない魚になってしまうかもしれないです。という面白い魚でした。あと昨日ね土浦さんお邪魔してるんで、まあもうインスタの方でね、土浦さんのインスタの方でアップされてるんで、でもだいぶ魚の方も売れちゃってるんですけど、一応昨日豊悦さんとね亮さんの魚が土浦さんに入ってて、でも本当インスタ見てすぐ来たってお客さんもいてね、バンバン売れてってたんで、
だいぶ減っちゃってるとは思うんですけどね、まあ、どんな魚が入ってるのかっていうところでね、結構あの国内であまり出回らない魚ばかり、まあ、豊洲さんの魚自体がね、まあ、もともとすぐ売れてしまったり珍しかったりするんですけど、今回はその中でも特別珍しいです。で、漁さんの魚もね、すごい面白い魚だったんで、本当その漁さんの魚のインスタに上がったのを見たって、あのお客さんが一人飛んできてね、すぐ買って帰ったっていう、あのすごい話もあるんで、まあ、せっかくなんでね、あの売れちゃってる魚いっぱいいますけど見てみてください。あとはなんだ、で、昨日ね、京産土浦さんの方からもらっていただいて、その場で、なんで京産がね、本当あのすごい数になってしまっています。多分参加費を払ったら参加費以上のものが返ってくるっていう、もうあの何の会なのかプレゼントする会みたいになっちゃってるんですけどね。なんでまあ一応締め切ってはいるんですけど、まあ数名だったら可能ということで、気になる方がいればね、まだギリギリ受けるかいけないか、ちょっとその辺あの調整は可能なんですけど、はい、まあ何か気になる方がいれば連絡ください。そんな感じで昨日はね、朝からずっと、でも朝土浦さんいる時は雨がすごくてね、僕はあのなぜか半袖で行ってしまったので、もう寒くて震えながらでしたけど、まあどうにか風邪もひかず元気で今日の朝を迎えました。まあちょっとね、24日勉強会、緊急会の方寒いと思うんで、あったかい格好、特に山の方なんでね、結構寒いです。なんでまあ最低でも長袖のね、トレーナーとかパーカーみたいなの着て、下手したら本当にジャンパー1枚なんか羽織ってきた方がいいんじゃないかなっていう気温だと思いますんで、本当気をつけて、いらっしゃる方はご来場ください。昨日身をもってね、その寒さを知ったんでね、もう舐めちゃいけないなと思いました。2週連続でやったらさすがに風邪ひくかもしれないですからね。いや、しかしすごい魚ですね、これ。真っ黒で顔がまたなんかふてぶてしくて、いろんな金魚がいるんだなっていうのは本当思います。で、土浦さんの動画はそう、もう売れちゃった魚が結構いてっていう感じと、で、あとは中国金魚の方撮ったんですよ。なんかあの僕の携帯の方だとね、中国金魚も一緒に上げようとするとなんか動画の作成ができなかったんで、一回中国金魚、中国金魚分だけね、明日さらにずらしてあの1本あげます。あと今回あの音声は全部今切ってあるんで、すいませんが、無音状態の動画になりますね。まあいろいろあの喋りながら撮ってしまったんでね、まあ乗っかっちゃっても大丈夫なような話がほとんどなんですけど、まあそんなわけのわかんない話をしてるところを載せるのもあれだから、もうあえて全部すっぱり無音になっていますんで、そうですねっていう感じで、まあいろんな魚を見てきて、さらに24日いろんな魚を見ることができるっていう、そこが楽しみですね。だからどんな感じの会になる、まあ人数いっぱい来て皆さん魚持ってきてね、まあ研究会なんでね、これから使っていく魚とかいろいろね、先のことを考えながらやっていく会になります。なんでまあ品評会というよりはまあ研究会なので、まあ来年はね、しっかりとした品評会っていうのを一回やってみたいなとは思ってはいるんですけど、まあ今回のね成功いかんで、でおそらく今回ほどあの協賛を集められないと思うんで、毎回毎回いっぱい集めちゃうとね、なかなか難しい話だと思うんで、まあ今回は特別な会っていう感じなんで、いらっしゃる方はご理解していただいて来ていただければいいのかなと思っています。一応そんな感じでね、昨日の一日が終わったんで、まあ魚がすごかったよっていうのと、会場もしっかり設営されて、ね、研究会勉強会やるのにもうあの恥ずかしくないぐらいのすごい立派な会場と、あとは人選もそうですし、協賛もそうですし、いろんな人来てくれるんでね、かなりの人数になったんで、ただまあ枠がね、枠というかまあ洗面器が詰まったり、ちょっと場所をね調整したりしてね、ちょっと数人だったらいけそうということでね、多分かなりの大盛況になると思いますんで、
まだもしね気になってて本当は行こうっていう話できてなかった方いたらお声かけいただければと思います。そんな感じで今日はね、週明けですが、まあ、先週末がねとても充実してたんで、なんか気持ちのいい朝を迎えて、これから今日頑張ろうって思う気持ちになりますね。ということで、夕方土浦さんの動画がありますんで、そちらの方もチェックしていただければと思います。ではありがとうございました。